27歳男性独身フリーターで年収150万だったらスコアは218だそうです。LINE が目指しているのはですね、その21世紀型の僕は奴隷制度だと思ってるんですよ。 ラインスコアの真実の話をしましょう。えー、6月末にですね、ラインが新しく始めたサービスのラインスコアです。これあの、ラインのウォレットの画面を開くと、こんな風にここにスコアっていうのが現れるんですねで。このスコアっていうところをタップするとですね、始まります。15問の質問に答えるとスコアが出てきます。最初僕はですね、あの、何も答えない状態で144でした。で、あるフリーターの人がやったらですね、一番最初110ぐらいだったって言ってるから、多分年代によって差があるんだと思います。で、僕はですね、そこにですね、答え っていったらですね、もう多いかどうか全然わかんないんですけども、も535っていうのが出ました。 こんにちは、岡田敏夫さんですね。ローンや借金はしてないんですけども、離婚して一人暮らしで住んでいて、で、住んでるマンションも賃貸なので、これぐらいだと思います。これでですね、LINE の家計簿を使ったり、LINEPay っていうのをですね、ネット決済を使うと、スコアはそれぞれ20ずつ上がります。ここで、LINEPay を使いましょう。使ったら上がりますよって案内が出てくるんですけども。27歳のフリーターの人がですね、自分の数値を公開してました。えー、27歳男性独身フリーターで年収150万だったら、スコアは218だそうです。 で、その218とこの差がですね、何なのかよくわかんないけど、多分年齢による安定性と、ああ、あと、そうか、僕は定職か。給料は低いくけど、会社役員なんですね。なので、まあそこら辺だと思います。で、これがあの、点が上がっていくと、ラインスコアでマイカラーをランクアップ。マイカラーっていうのがラインにあって、それがだん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 上がっていくそうです。スコアが6 726以上だとマイカラーがブルーになると。で、726以上だとグリーンになってですね、5%還元。ペイの支払いがですね、最大4%還元とですね、5%還元っていうふうになります。ですね、このふうにマイカラーがブルーグリーンっていうふうに徐々に徐々に上げていくことができると。その他、LINE スコアに参加するだけで、まあ映画の視聴のサービスの抽選に応募できたり、ブランドバッグのレンタルとかカーシェアリングの割引など、各種サービスが開始されています。LINE は多分、 この参加するだけサービスっていうのを全力で増やしてくるわけですね。まあ誰にも損がないからです。なんでかっていうと、大体こういうのの割引サービスとか無料サービスとかっていうのは、提供する会社は広告のつもりでやるから無料で提供するし、LINE してみたら情報を出すだけで一銭も損をしないんですね。 なので、どん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 こういうタイアップのですね、サービスみたいなものが増えてくるでしょう。で、他の、例えばスマートニュースとかでやっているですね、えー、クーポンですね、マクドナルドとか牛丼屋などのクーポンサービスも組み合わせで出てくるはずです。今のところですね、こういうラインスコアみたいな格付けサービスみたいなものに対して、いや、そんなのはと抵抗している人も、徐々に徐々にスマートニュースのクーポンで、 もしくは自分が入っている携帯の通信会社のサービス、クーポンでですね、マクドナルドのポテトとかを半額サービスとかでやってる人であれば、徐々に徐々に抵抗なくこういうサービスにですね、馴染んでいくと思います。で、本命のサービスはですね、この夏って言ってるから多分来月ぐらいにやるですね、スコアによって、つまりこのさっきのですね、 ここの特典によってですね、利息と利用可能額が変更される、小学融資サービス、LINE ポケットマネー。これが始まるわけですね。 面白いですね。これ多分1000点満点なので、これが何点かによって、さっき話したフリーターの218の人と僕とではですね、LINE からお金を借りるときの利息とですね、利用可能額が違う。で、もっとあのブログとか調べてみたらもっと高い人いくらでもいたんですよね。IT 関係のライターの人とかはですね、あ多分まあ僕より東京の中心に住んでてですね、奥さんと子供がいるような人は僕より点が高くなるんですよ。で、LINE ポケットマネーからですね、お金をですね、 安い利率でですね、利用可能額が多く借りれるわけですね。お、470点だった。ありがとう、ありがとう。多分ね、年齢要素かなりね、でかいと思うんですよね。で、この次の段階は、今さっき、LINE Pay とかですね、他のものを使うと、ポイントが付加されるという,うに話したんですけども、 そうなんですよラインウォレットとかそういうのを使うと20ポイントずつライン家計簿とか使うと付加されるんですけども、ラインのアプリを使えば使うほど有利に買い物もできるし、借金もできるようになると。逆に言えば使わなくては損だというふうに徐,に徐々に徐々になっていくわけですね。で、例えばそのアメックスとかですね、あとクレジットカードの会社ではですね、旅行中の怪我とか事故に対して、まあ保険金が降りるんですけども、例えば飛行機の乗れなかった、乗り損ねたとかそういうようなトラブルに対しては、アメックスだったらそのクレジットカード クレジットカードで払っていればなんか保証があるんだけども、クレジットカードで払っていなければ保証が降りないとかですね。そういうカード払いにしてなければ不利になるようなサービスいくらでもあるんですね。で、そういうサービスがあるからこそみんな、あ、この支払いはこっちのカードでっていうのをよく。 やってるんですけどもですね。同じようにですね、今後は LINE のアプリを使うものと使わないもので、どん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 差をつけてくるようになると思うんですね。今までの審判会社のやり方から見ると。で、僕らはですね、そのコンビニでおにぎりを無料になるだけでですね、セブンイレブンのですね、やつを登録したりですね、まあ必死になっちゃうわけじゃないですか。割とちょっとした得とかがあるというふうに聞くと、なんかやっぱ使いたくなるのが人情みたいなもんなんで。 で、LINE にとってありがたい客っていうのは、LINE ポケットマネーとさっき話した小額融資サービスね。そういうのを全く使わない健全財政の客ではなくて、ポケットマネーで金を借りても、後で利子を払って返済してくれるお客さんの方が、 ありがたい客なんですよ。つまり、ラインのアプリをですね、そういうふうに使いこなせば使いこなすほどスコアが上がっていくようになるだろうと。マイラーと呼ばれる人はですね、必要もないのに飛行機に乗るときありますよね。この間、テレビのバラエティ番組で見たんですけれども、JAL のマイレージカードのランクを上げたいがために、必要もないのに朝から沖縄の方行って、そこからまたよその島行って、東北行って帰ってくるというのをやってて、で、これで1日でもうこんなにマイルが溜まった以後、空港のランジ入り放題だから割と得だというような話。 やってたんですけども、同じくですね。こういうふうに、マイルを上げるために飛行機に乗るっていうのと同じくですね、スコアを上げるために、ラインからですね、別に必要もないようにお金を借りるようになってくる。こういうふうな人も出てくるようになると思います。 じゃあ次の段階はどういう,うになるのかですね。LINE がですね、今確実にやってるサービスを今ここまで話したんですけどもですね、ここから先は来年再来年3年後ぐらいにやってくるですね、ちょっと恐ろしい世界の話ですね。LINE が目指しているのはですね、その21世紀型の僕は奴隷制度だと思ってるんですよ。本当に奴隷制度だと思ってるんですけども、内容的にですね、無効開制限できるような話ではないのでですね、すいませんけどそっちの話はですね、後半の有料枠でやりたいと思います。とりあえず、 ラインがやろうとしてるのは、まあ僕が前から言ってる評価経済社会のベースになるものであって、それはラインだけではなくて、ヤフーも始めてるし、いろんな会社が、み水銀行とかがジェイスコアとか始めましたよね。あのいろんな会社が一斉に始めてる。それの、 正体というか将来像は何なのかっていうと、実はかなり大きなですね、この社会の組み替えですね。それは経済だけでなくて政治形態とかそっちの方にも引っかかってくるぐらい大きな枠組みが、ここから10年、15年ぐらいで始まろうとしている。で、それに関してですね、もう国籍っていうのはなくなってるなっていうのは僕の感じなんですよ。 例えばそのアリババが中国が資本だとかですね、LINE が韓国の会社だとかですね、Amazon とか Google にしてもですね、アップルにしてもアメリカの会社だと。で、そういうふうな企業がやってることに僕らが組み込まれていくのは結局日本が負けることではないのかと思うんですけども、日本は日本であのソフトバンクから何か,からいろんなところが始めようとしてですね、どこもそれぞれの国を挙げて戦ってないんですね。どこも国という概念が滅びた後に、 王座をかけけてて戦ってるだけで,です僕らはどの怪獣が勝つのかを見てるだけなんですよ。別に日本から生まれてきたからゴジラが偉いわけでも何でもなくて、俺らにしてみりゃゴジラであろうとラドンであろうとフランス戦の怪獣だろうとメキシコ戦の怪獣だろうと踏まれりゃ痛いし、逆にその怪獣が俺らをいきしてくれたらありがたいしていうようなことで国籍が全然関係ない世界にちょっと僕らは入りつつあるなという話をですね、ちょっとあの後半の方で しようと思います。